とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、ここのデイリーダンジョン、3周やってみようと思います。ここだね、アポカリプス、アドベンチャー、デフォルト。この3種類を行きます。なぜ行くかっていうと、行きやすいんですよ。HP100% 増加しますし、速度も 20% 増加。で、モブはね、雷のエンチャントだけど、まあ、そう大したことはないですね。とにかく、周回しやすいやつなので、行きたいと思います。で、狙いは、これよ。雪の弓のユニーク、冬の指先、それを狙っていきます。まあ、レイピアの、まあ、ユニーク、まあ、どっちでもいいんで、その二つの雷付きっていうのも狙いましょう。で、報酬、これね、遠距離のユニークが出るので、さらに冬の指先も狙えると思いますので、行きましょう。では、まず、一周目、一番簡単なとこですね。違うか。違った。まあ、報酬見てみましょう。では、一発目なんだ。ノーマルが出ることもあるけどね。ユニーク、ユニーク。いらない。では、二周目。イリュージョナーから行きましょう。あれ、外れ。あ、ここか。お前か。わかりにくいんですよ、これ。どこだ？結局最後か。おちゅ、いない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 。あ、いた。お前。わかりにくい。いた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 。はい。あ、ビースティンガー来た。ビースティンガーが出ました。ラッキーラッキー。さっきこれ取れ忘れたな。よし、ビースティンガー来ましたね。報酬見てみましょう。はい、2周目なんだ。何が来る？レッドスネーク、微妙。いやー、ここはほんとね、楽ですね。HP が2倍になってるっていうのもあるし、やっぱ移動速度 20% アップ、これはね、でかいね。ここは鈍速にされて、ちょっとめんどくさくなるところなんだけども、それがね、なかなかならないっていうのが、いいですね。ここは、もう最適のエンチャがついてます。このデイリー。最高。おお。まあ、あとはいいのが出てくれれば、バッチリなんですけどね。いいのは出てくれないのかな？最後は。最後ぐらいいいじゃない。いいの出てきてくれたって。いいじゃないですか。期待しとこう。よし。あぶね！あぶね！さすがに HP 2倍だとしても、このレベルのやつを食らうと、ちょっときついかな。よし。OK。いいね。イリュージョナーは、ああ、違う！レイスいるんかい。待て、お前もおるんかい。雑魚はね、全部ね、仕留めとかないと、めんどくさいですね。おっしゃ、おっしゃ、おった。で、しかも、力が入ってるから、最高！オッケー！何も出なかったな。ソウルサイズか。まあ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 、目的はここの、クリア報酬ですよ。さあ、ラスト。お、なんか報酬のところがなんか金色っぽいから、これはなんかいいんじゃないの？もしやもしや？来る？違うんだ、ユニークだけど。はい、ということでね、ちょっと残念な感じでしたね。残忍なソウルクロスボウとレッドスネークか、ビースティンガーも出たんだけども、エンチャント微妙。エンチャ微妙。やっぱ雷よ。雷。もうこっちにも雷入ってないし。あ、これには入ってるんかい。ちょっと雷付きのレイピア使ってみよう。多分相当強いんだよな。雷が入ると。ちょっとやってみよう。あ、めちゃくちゃ雷入る。さーって入ってるから。やっぱね、
このビースティンガーもしくは破片かどっちでもいいので雷付き一回欲しいな。うん、まあ今日は出なかったんですけども、ちょっとそれをね狙っていきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。